こんばんは、ネルトです。今回は Wii U を持っているゼルダファン、もしくはこれから Wii U を買おうとしているゼルダファンに向けての内容となっています。それでは早速本動画の項目の紹介から。 Wii U バーチャルコンソール販売終了について。 Wii U で遊べるゼルダの伝説、2022年8月30日まで限定タイトル DS 大地の汽笛と無限の砂時計について。この動画を見に来たあなた、広い知識と新しい楽しみを見つけ、遊び心を大切にしている心の豊かな人たちです。このチャンネルでは他にもBGM が素晴らしいゲームの紹介やマインクラフト情報、ゲームニュースなどゲームファンの心をさらに豊かにする動画を用意しています。 Wii U バーチャルコンソール販売終了について。2022年8月30日午後1時30分に 3DS と Wii U の Nintendo eShop の残高の追加ができなくなるので、バーチャルコンソールが買えなくなります。先日アップしたこちらの動画、2022年8月、買えなくなる Wii U 481本紹介、バーチャルコンソールで詳しく紹介しているので、そちらもどうぞ。バーチャルコンソールというのはファミコンから DS までのレトロゲームを Wii U で遊べるようになるサービスです。1本あたりの価格は1000円前後とお手頃です。レトロゲームをいざやろうとすると、それぞれのゲーム機を買い、ゲームソフトを買い、ゲーム機をテレビにつなぎと、手間とコストがかなりかかり、手軽さがありません。価格もプレミアがついているものが多く高額になってしまうので、未プレイのタイトルはバーチャルコンソールでの購入をおすすめします。 Wii U で遊べるゼルダの伝説、先ほど紹介したバーチャルコンソール以外に遊べるタイトルを紹介します。あまり知られていないのですが、 Wii U 本体であればほとんどの Wii 専門のディスク版ゲームがプレイできます。ちなみに Wii 本体で Wii U のゲームを遊ぶことができません。ではタイトルの紹介をしていきます。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス。リンクのボウガントレーニング。ゼルダの伝説、スカイボードソード。ゼルダの伝説、風のタクト HD。 ゲームキューブ版の映像と比べてみました。 Wii U になって画像サイズが大きくなり、情報量が増えただけではありません。光と影の表現、距離感、空気感など表現力が豊かになったことで、物語にも深みが増しました。ゼルダ無双。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス HD。 フル HD で描画されたグラフィックで、光と影が交わるトワイライトの世界をより細やかに表現しました。 Wii U ゲームパッドの画面にはフィールドやダンジョンのマップを表示。また収集したアイテムはゲームを中断することなく持ち帰られるので、攻略や謎解きをスムーズに進められます。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。以上7タイトルです。今回はタイトルに含めていませんが、任天堂ランド内のミニゲームでゼルダの伝説バトルクエストというものもあります。協力クエストがかなり楽しいので、こちらもおすすめです。2022年8月30日まで限定タイトル。続いて
バーチャルコンソールで遊べるゼルダの伝説タイトルを紹介します。ゼルダの伝説。十字キーで4方向に移動、 A ボタンで向いている方向に剣を突き出す。ライフが満タンの時は突き出した剣からビームが発射される。ダメージを受けるとライフのハートが白くなり、全て白くなるとゲームオーバー。 B ボタンでブーメランや爆弾など武器や道具を使用できる。スタートボタンを押すとサブ画面に切り替わり、 B ボタンで使用する武器や道具を変更できる。リンクが攻撃していないとき、持っているシールドで敵の攻撃を受け止めることができる。ただし、敵の体当たりやシールドで防げない攻撃もある。攻撃行動中はシールドを一時的にしまってしまうので、攻撃を防ぐことはできない。続いて、ゼルダの伝説のゲームの進め方について。舞台はオープン。リンクの冒険。ゼルダの伝説、神々のトライフォース。ゼルダの伝説、時のオカリナ。ゼルダの伝説、ムジュラの仮面。
ゼルダの伝説不思議の帽子。ゼルダの伝説無限の砂時計。ゼルダの伝説第一の汽笛。以上8タイトルです。ゼルダの伝説リンクの冒険神々のトライフォースの3タイトルは任天堂スイッチオンラインで遊ぶこともできます。時のオカリナムジラの仮面は任天堂スイッチオンライン追加パックで遊ぶことができます。 DS 大地の汽笛と無限の砂時計について、任天堂 DS のゲームはテレビに映すことができません。 YouTube などでゲーム動画ゲーム配信をしている人はカメラやスマホで画面を直接撮影する必要があり、あまりクリアな映像も期待できません。 Wii U のバーチャルコンソールのすごいところは一般的な機材で撮影できてしまうところです。将来的にゼルダの伝説のゲームを多くやりたいと考えている人はこのタイミングで買っておくことをお勧めします。なお今回ゼルダをメインに紹介していますが、ニュースーパーマリオブラザーズやわがままファッションガールズモードなども同様で、バーチャルコンソール販売終了までに購入をお勧めします。それでは今回のまとめ、Wii U で遊べるゼルダの伝説シリーズタイトルは全部で15本。後悔しないよう2022年8月30日午後1時30分までに無限の砂時計大地の汽笛を買っておきましょう。以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。またどこかの動画で会いましょう。